新幹線で見かけたらサインしてください。あでもいいよ、いいけどびっくりしないでね。あのイオリンのオンとオフのモードの差がすごいからびっくりしないでね。こう今オンなの、イオリ萌えスイッチオンなの。だからあーありがとうとかやるじゃん。ちょっとさ一瞬イオリ萌えスイッチオフのイオリ萌えやるね。感じ、目がすん、なんか本当に横通る人とかいろんなものをこう目の焦点にこう合わせないようにしてこう、っていう感じ。みんなと目合っちゃうじゃん、こうやって目開いてると。だからこうなるんだよ。こうやって見てると床しか見えないから。帽子好きじゃない、コミュ障の人。私は帽子がすごい好きなの。なんでかっていうと帽子をかぶるとこのぐらい、もう視界がこのぐらいになるから安心する。だってさ、例えばだよ、廊下でさ真正面から人が来て私もこうやって通るじゃん。そういう時にどこ見たらいいか分からなくて目がこうってするのが、帽子かぶってると安心するの。だから私めっちゃ帽子あるの。めっちゃ帽子あるけどめっちゃ帽子なくすからめっちゃ帽子買うの私。最近めっちゃ渋谷行ってたので、なんかね限界を超えてもう帽子をかぶってパーカーのフードをかぶってフードのここまで締めて歩いてた外、すっごい安心したそれは不審者で、ここにマスクだからね、それはやばい。本当に安心するのよ。もう変な人って思われるより自分の心の安心を求めてました。